痛を診断するためには、片頭痛は非常に多くの人が罹患している病気ですが、未だに多くの人が診断されず治療を受けることができていません。片頭痛の治療法を改善するためには、片頭痛の症状を把握し、迅速かつ正確な診断を行うことが重要です。片頭痛の診断は国際頭痛分類第3版で定められた臨床基準に基づいて行われます。そのためには十分な病歴を得ることが重要です。また身体所見及び神経学的所見を取り、二次性頭痛を示唆する異常な所見がないことを確認することも重要です。片頭痛は前兆内片頭痛と前兆ある片頭痛に分類することができます。前兆内片頭痛では、1、変則性、2、拍動性、3、中等度から重度の強度、4、日常的な動作によって悪化するという4つの特徴のうち、少なくとも2つの特徴を有する頭痛発作と、1、おしんやおう吐、2、光過敏および音過敏の2つの特徴のうち、少なくとも1つの特徴を有することが診断基準となっております。片頭痛患者の約 30% において前兆があると言われています。前兆とは5から60分続く完全に可逆的な局所神経症状のことです。前兆症状には視覚、感覚及び言語症状の3つの典型的なタイプがあります。視覚症状が最も一般的で、前兆な片頭痛患者の 90% 以上に見られます。視覚症状の中でも暗転や線形暗転を呈することが多いです。また、感覚や言語症状のほとんどの場合、視覚症状も経験することに注意すべきです。片頭痛の鑑別診断としては、緊張型頭痛と薬剤の使用過程の頭痛がよく知られています。片頭痛の診断でよくあるピットフォールは、片頭痛は変則性の痛みであるという誤解です。片頭痛患者の約 40% では両側性の痛みを持っています。また、片頭痛は脈打つような性質を持っているというのも誤解です。片頭痛患者の多くはバンドのような、あるいは万力で締め付けられたような痛みを感じます。両側性の圧迫性の痛みでも、強さが中等度から重度で、歩行などの身体活動で頭痛が悪化する場合は、片頭痛の診断基準を満たすことがあります。人口の約 2% が慢性片頭痛、つまり月に15日以上の頭痛の日があり、そのうち8日以上が片頭痛の基準を満たす、と定義されている頭痛に罹患しています。月間の頭痛日数を正確に把握するためには、以下の2つの質問をすることをお勧めします。1、月に何日ぐらい頭痛がありますか ?2、月に何日ぐらい全く頭痛のない日がありますか。この2つの質問は、正確な診断のため、全頭痛日数を把握するために役立ちます。患者さんは片頭痛の症状がある全ての日ではなく、最も支障がある日だけを報告することが多いためです。これにより、片頭痛の中でも最も症状が重い、慢性片頭痛の診断が改善され、治療につながります。まとめると、1、片頭痛の診断は主に病歴に基づいて行われ、持続時間、痛みの特徴、追反症状、前兆症状の有無などを含める必要があります。2、片頭痛の診断のピットフォールに注意しましょう。両側性の圧迫性の痛みでも、中等度か重度の強さで体を動かすと悪化する場合は、片頭痛の基準を満たすことがあります。3、慢性片頭痛の診断精度を上げるために、1ヶ月間の頭痛のある日とない日を尋ねてみましょう。